意識のハードプロブレム、意識のハードプロブレム、意識のハードプロブレム、A、ハードプロブレムオブコンシャスネスとは、物質及び電気的、化学的反応の集合体である脳から、どのようにして、主観的な意識体験、現象意識、クオリアというものが生まれるのかという問題のこと。意識の難しい問題、意識の難問とも訳される。オーストラリアの哲学者、デイッド・チャーマーズによって、 これからの科学が正面から立ち向かわなければならない問題として提起された。対地される概念は脳における情報処理の物理的過程を扱う意識の EG ーープロブレム EG ーープロブレムオブコンシャスネスである。意識のハードプロブレムは1994年当時意識に関する大きな問題はもう何も残されていないと考えていた一部の神経科学者や 認知科学者、関連分野の研究者に対する批判として提示された。当時の研究者が解けたと考えていたのは全て意識に関する優しい問題ばかりであり、これを意識のイージープロブレムという真剣に議論されてさえいない意識に関する本当に難しい題がまだ残されているとした。それは具体的には次のような問題である。すなわちチャーマーズは 現象的意識は現在の物理学の中には含まれていないとし、ゾンビ論法、ハードプロブレムは現在の物理学の範囲内では解決不可能とする。その上で物理学の拡張を訴えている。ハードプロブレムはこれからの科学、とりわけ物理学が真剣に向き合っていかなければならない問題として、心の哲学、心身問題や自由意志の問題を議論する哲学の 一文化を中心に、その詳細が議論されている。ハードプロブレムとは、主観的な意識体験、クオリアとは何なのか、それは、脳の物理的、科学的、電気的反応と、どのような関係にあるのか、またどのようにして発生するのかという問題を指す。さズの上向き矢印で表されている部分が、ハードプロブレムである。意識のハードプロブレムは、 物質としての脳がなぜ心を持つのか、心的機能を発揮できるのかといった、ぼんやりした問題ではなく、より限定された形の問い、物質としての脳がなぜ主観的な意識体験を持つのかという狭い形の問いである。主観的な意識体験を外部から観測する方法がないため、科学的方法が通用するかどうかすらわからないという、味でハードであるとされている。これに対して、 EG ーープロブレムとは物質としての脳はどのように情報を処理しているのかという形の一連の問題を指す EG ーープロブレムにおいては上向き矢印で表現されている部分は扱われない。医学、脳科学、生物学の分野で現在なされている研究というのは基本的に EG ーープロブレムについてである。21世紀初頭現在ものには 未解明の問題が多数あるが、そのほとんどは、この区分の中では、イージープロブレムに分類される。例えば、なぜ物質としての脳が、思考したり記憶したり判断したりできるのかというのは、すべてイージーな問題である。脳内にある何らかの神経回路、シナプスの状態、化学物質の状態などが、結果として、思考、記憶、判断といった、 心的機能を可能としているであろうことは基本的に疑問の余地はない。そしてこうした問題を科学的に研究するにあたって方法論的な困難はない。この方法論的な困難がないという意味において脳の物理的な過程の研究はイージーな問題であると分類される。当然のことながらイージーな問題とは言ってもこうしたことを研究するにあたっては実際に どう実験を組み立てるのか、人員をどう確保するのか、どういう装置、器具を使うのか、その目の予算をどう確保するのかといった現実的な問題は山積みである。しかし、一体何をどう研究したら答えが出せるのかがそもそもわからないといった困難さは、こうした研究にはない。つまり、基本的な方法論の部分で途方に暮れるといった困難さがないという意味において、 物質としての脳がどのように情報を処理しているのかといった問題はイージーな題へ区分される。ここでは意識のハードプロブレムという概念が提唱されるに至った科学史上の背景を概説する。20世紀末頃からフメリーの進歩などにより神経科学や認知科学はこれまでにないほどの急速な発展を遂げた。当然意識に関する研究も膨大な数に上ったが 実験における技術上の制約から物理的に観測可能な現象に関する研究以外はほとんど行われていなかった。これは当然といえば当然であり、ハードプロブレムという概念が広く知られた現在にいてもこの点については基本的に変化がない。しかしながら当時の問題点として観測にかからない対象については議論をすることさえもはばかられる。 といった風潮があり、また、観測にかからないものは存在しないものとする、といった空気まであった。しかし、哲学の世界には、意識そのものを扱った一連の系譜が存在しており、カントやフッサールの現象学などに代表されるように、心的表象や現象などの概念を議論してきた、長い歴史がある。これらの知識を一つのバックボーンとして、当時の意識研究の状況を批判したのが、 チャーマーズであった。1994年当時、まだ駆け出しの研究者に過ぎなかった28歳のチャーマーズであったが、ハードプロブレムの概念は大きい注目を浴び、ノーベル賞受賞者を含む各界第一線の研究者たちがこの問題について論文を寄稿したフランシス・クリック、ロジャー・ペンローズ、ダニエル・デネット、コリン・マッキン、フランシスコ・バレーラなど、 ハードプロブレムの概念が広く知られるにつれ、意識、クオリアは哲学の問題であると同時に科学の問題でもあるのだという認識が科学者コミュニティの間でも徐々に広がりつつあり、実験系の研究者の間でも意識、クオリアといった観測にかからない対象についての議論がなされるようになった。これにより以前のような閉塞的な議論状況は随分と緩和された。 意識のハードプロブレムという言葉はチャーマーズが作った言葉の中でも最も有名なものとなった。しかしチャーマーズの意図としてはこれは意識に関する問題の状況整理のために下準備的な形提示しただけの区分であった。彼の主張の中心的な部分はそれ以降にあったデイビッド・チャーマーズ研究を参照。チャーマーズはスイザン・ブラックモアとのインタビューの中でこの情報を次の ように語っている。チャーマーズが述べているように、この問題は特に真新しいものではなく、様々な哲学者、科学者が言及してきた歴史的によく知られていた問題である。以下でそうした歴史上の議論を簡単にいくつか紹介する。主観的感覚の問題についての歴史的に古い言及の例としては、古代ギリシャの哲学者で原子論を唱えたことで知られるデモクリトス。 紀元前460年頃引く、紀元前370年頃による言及がある。色や味が感じられるけれども、あるのは原子とその隙間、原子のない空虚のみだと述べた。近代科学の始まりの時期、17世紀から18世紀にかけて主観的な質感の問題は主に科学者たちによって論じられた。イタリアの物理学者、ガリレオ・ガリレイ。 1564年から1642年は物質の形、胃、運動といった客観的性質と色、音、味などの主観的に経験される性質を対比させて論じた。ガリレーはこの問題についてある程度詳細に論じた後、この問題は大きすぎるため議論はまたの機会に譲るとして話題を切り替えている。後に別の場所で 運動論の枠内でこの問題を解決しようと試みた。イギリスの物理学者、アイザック・ニュートン、1642年から1727年もこの問題に言及した。哲学者による議論として、しばしば引き合いに出される有名なものとしては17世紀のイギリスの哲学者、ジョン・ロック、1632年から1704年による一時性質。 プライマリークオリティーズと二次性質、スカンデリークオリティーズの区別がある。以下、人間知性論より、ロックは、こうした、区分の着想を、自身の科学の個人的教師、指導者であった科学者、ロバート・ボイル、1627年から1691年の著作、形と質の起源、ザ・オリジン・オブ・フォームズ・アンドク・アラティスから得た。19世紀のドイツの生理学者、 エミール・デュボア・レーモン、1818 18年1896年は、自然認識の限界及び、宇宙の七つの謎において、人間が永遠に理解できないだろう、問題として四つを見た。デュボア・レーモンが解決不可能と考えた四つの問題は、物質と力の本性、運動の第一原因、自由意志そして主観的感覚である。レモンの主張の特色は、 主観的感覚の問題は人間には永遠に理解できないと主張したところにある。彼は自分のこうした立場をイグノラムス・イグノラビムスという標語で表した。レーモンの主張は当時の19世紀ドイツで大きい反論を生み、イグノラビムス論争と言われる議論を引き起こした。近年の有名な科学者であると、例えば量子力学の基礎方程式である。 シュレディンガー方程式を発見したオーストリア出身の理論物理学者、エルヴィン・シュレディンガー、1887年から1961年がこの問題について語っている。以下、精神と物質の最終章より、少なくない人がこの問題を疑似問題、誤った直感に基づいた本当ではない問題、として批判している。現代におけるこうした批判者として、 最も有名な人物は、アメリカの哲学者、ダニエル・デネットである。デネットは、ハードプロブレムは、多くの人が素朴に持つが、しかし誤っている疑問の一つであるとして、この問題を、ハードクエスチョン、ハードクエスチョン、直訳、難しい疑問と言い換えている。チャーマーズの意識のハードプロブレムという名称を受け、人工知能研究者のキム・ロバーツは、 主観性と関わる、ある問題を意識の超難問、意識の超難問、ん、ええ、a ハー e r problem of c o ス s と呼んでいる。ティム・ロバーツの言う、意識の超難問とは、私はなぜこの私なのかという問題。過去、現在、未来、世界に、数多くの人がいて、それぞれが、日々いろいろなことを体験して生活するが、しかしなぜあなたは、 他の誰でもなく今のそのあなたの体験をしているのかという問題。意識のハードプロブレム、物質からなぜ主観的体験が生まれるのかという問題と別のより難しい問題だろうとしてこの名とされた。ネドブロックは2002年に別の問題をハーダープロブレムオブコンシャスネスという名前で提起している。日本では長井人氏がほぼ同様の問題を彼らより以前から 定期している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。